正面玄関上部にある古川景像の文字建物内部の林の字を施した欄干古賀記念行動は北海道札幌市北区北九条西七丁目にある北海道大学大学院文学研究科の建造物である日本国の有形文化財北海道大学内の施設であり古賀行動とも呼ばれる 古川家寄付記念事業の寄付金によって建てられた教室の中で唯一現存している建物。足尾銅山で利益を上げていた小賀財閥が足尾鉱山鉱毒事件の償いの意味を含めて寄贈した。現在は文学研究科の校舎として使用しているため内部に入れるのは北大関係者のみとなっている。外観は見学自由。全体的に フランスルネサンス風にまとめられており、建物の各部に華麗な衣装が見られる。しかし外壁が下見たばりであったり、主胸が切り妻づりになっているなど、フランスルネサンス方式には見られない特徴が見られ、様々な特徴を雑多に組み合わせたアメリカンビクトリアン様式であるとも言われている。中央に入り口があり、左右に奥部が伸びている構造を持つ。 文科省議士の新山平志郎が設計。中央部に、かつて自称が取り付けられていた商刀が設けられている。林学教室だったことから随所に、林という文字が施されている。玄関中扉の欄干に、林の文字がデザインされている。1965年の大学施設配置図に初めて、小賀行動と名付けられたが、登録有形文化財等身の際に誤って、 記念と加えられ、現在に至る。ありがとうございます。